レベル100にはショッピングセンターの廊下にも似た迷路のような外観をしています。これらの廊下は閉鎖された店で埋め尽くされていますが、距離が約100メートルから最大10キロメートルにも上る非常に長い廊下が見つかることも珍しくありません。これらの廊下の終わりには男性と女性のラベルがついた2つのドアがあり、各ドアには色あせたシルエットが描かれています。これらのドアの中は公衆トイレになっていますが、ここではアーモンドウォーター、ナイフ、雑誌などの備品が用意されています。これらの部屋は通常未知の光源からかすかな光が放たれており、壁にカビが生えています。これらの公衆トイレに長時間滞在することはお勧めしません。これらの公衆トイレには鏡があり、鏡を見ると自分の歪んだ画像が映し出され、被写体の後ろに生き物が現れることさえあり、被写体が鏡を見るのをやめた時にのみ姿を消すことが報告されています。ほとんどのお店が閉まっている中、たまに入り口の上に大きな白い文字でハッピーゾーンと書かれた空いているお店を見つけることができます。やや腐った木製のテーブルと金属製のロッカーを除いて、店は空いているスペースが多くなっています。店内にはアーモンドウォーターのボトルと懐中電灯があります。フロア全体であらゆる種類のショップを見つけることができますが、中にはブランド名が不明なものもあります。このレベル102ではスマイラー、スキンスティーラー、ストーカー、ハウンドといったエンティティを見つけることができます。正体不明の笑い声が聞こえてくることもあります。小さな女の子のもののようです。またほとんど理解できない成人男性の声のつぶやきが聞こえます。これらの音が様々な金属由来の音と一緒に締め切られた店の中から聞こえてくるようです。至る所に金属製のドアがあり、テーブル、椅子、ろうそく、破れた紙が床に散らばっていて、人間の肉片が腐敗した匂いを放ちながら床や壁に散らばっています。この匂いに長時間さらされると吐き気、嘔吐、失神を引き起こす可能性があり、場合によっては性器のある死体が見えるといった幻覚を引き起こす可能性があります。特に失神をした場合はこの匂いに非意図的に長時間さらされることになることから、目覚めた後にこれらの幻覚が長時間持続する可能性が高まります。この場合、時間にして部屋を出てから1時間から12時間ほど持続すると記録されています。レベル102をさらに進むと、散在するスチール製のテーブルと椅子でいっぱいの広いエリアを見つけることができます。エリアの中央にはどこにも通じていないように見える穴を囲む金属製の柵があります。その穴に侵入した探索者はいましたが、戻ってくることはありませんでした。穴からは様々なうなり声やうめき声が聞こえてくるため、穴に生息する何らかの実体、エンティティが存在すると推測されています。このエリアにあるテーブルには、空のカップ、プラスチックプレート、ピザの箱などがあります。これらは通常空ですが、ピザの箱の中には状態のいいピザが見つかることもあります。ただ、その中にはゴキブリ、ウジ、ハエなどの虫がいるため、蒸気の食品の摂取はおすすめしません。レベル102は全体的にかなり暗く、窓もなく、場所場所で天井に明かりが設置されてはいますが、その場所を詳細に探索するためには光源を持参することをお勧めします。ただ、いくら探索目的とは言っても、立ち込める匂いによって幻覚が引き起こされる可能性を考えると、このレベルに長時間滞在することはお勧めしません。レベル102への侵入経路としては、最近レベル13にあるエレベーターを使って102階まで移動し、その階にある田舎風の木製のドアをくぐることでこのレベルに移動できることが発見されました。このレベルから脱出するためには灰色の下り階段を見つける必要があります。これを下るとレベル103に移動します。またこのレベルの下水道に侵入するとレベル41へ移動します。壁抜けによってレベル103に到達することもできますが、推奨された方法ではありません。